スティーブン・マイケル・プライヤーは、アメリカ合衆国、テネシー州、ドネルソン出身の元プロ野球選手、宇トを右ミギ高校卒業後、ドラフト指名されずクリーブランドコミュニティ大学に進学。2008年の MLB ドラフトで、テキサス・レンジャーズから42巡目指名されるも、入団せず、テネシー工科大学に進学し、抑えとして活躍した。 2010年の MLB ドラフトでシアトルマリナーズから50名指名されプロ入り。この年は参加の A-9 エバレットアクアソックス A 級クリントンナンバーキングスでプレー。2011年は A 級ハイデザートマーベリックスでプレー。その後 A 級ジャクソン・ジェネラルズに昇格。2012年5月トリプル A 級タコマ・レーニアーズに昇格。 5月31日にはメジャー初昇格し、6月2日のシカゴホワイトソックス戦で初登板を果たした。6月8日のロサンゼルスドジャース戦で初勝利を挙げた。この試合は6人の系統でノーヒットのオーランを記録した。2014年2月27日にマリナーズと1年契約に合意した。3月29日に15日間の故障者リスト入りした。 4月3日にリハビリのため A 級ジャクソンへ移動した。4月17日に復帰したがトリプル A 級タコマへ降格した。7月9日にメジャーへ昇格し、同日のミネソタツインズ戦に登板したが、試合後にトリプル A 級タコマへ降格した。マリナーズでは1試合の登板にとどまり、防御率0.00だった。2014年7月24日に、 ケンドリス・モラレスとのトレードでツインズへ移籍した。この年はツインズでの登板はなかった。2015年3月31日、40人枠を外れる形でトリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスに降格し、開幕を迎えた。12月17日に解雇となる。ありがとうございます。